続いては小木秀幸の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀幸先生と電話がつながっています。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ先生、今日は、痛みの疾患テーマに取り上げていただきますが、はい、そういう痛みの疾患というのはどういったものがありますか。はい、痛みの、相談で多いのはですね、やはり腰痛、膝痛、リュウマチ、あと四十肩、五十肩ですね、はい、座骨神経痛、脊柱管狭窄症、三叉神経痛、こういうふうな痛みの疾患もですね、漢方相談の多いんですね。はい、今日はその中でも四十肩、五十肩、そしてリウマチについて特に取り上げていただきますけれども、まずは四十肩、はい、五十肩についてですね。はい、はい、これはどういった定義なんでしょうか。はい、まずこの、ご指導医ですね、40代に発生するのが四十肩、50代に発生するのが五十肩と、いうわけなんですね。はい、でこの四十肩、五十肩の原因としましてはですね、老化によって起こるとされているんですね。はい、で、肩の関節のこの、周りのですね、筋であるとか腱であるとか韧帯、あと関節と、こういうふうなものがですね、要は柔らかい組織に炎症起きると、そういうふうな形でこの四十肩五十肩は発生するわけなんですね。はい、これは特に四十肩はこういう特徴があって、五十肩はこういう特徴があるっていうわけではなく、はい、発生した年代によって名付けられているって考えていいでしょうか。そうなんです。はい、はい、どんな自覚症状が出てきますか。はい、自覚症状としましてはですね、まず腕が上がらないと、あと腕が後ろに回らない、で腕のこの上げる角度によって痛むと、はい、であと服をこう脱いだり痛みするときに痛む、こういうふうなことをですね、訴える方がこの四十肩、五十肩に多いわけなんですね。はい、これはこう割と長引くものなんですか。はい、やはり個人もありますけども、やはり長引くケースの方が多いですね。はい、では症例を一人紹介していただきます。お願いします。はい、今からご紹介する方はですね、半年ぐらい前からこの五十肩と五年の方の症例なんです。はい、で具体的な症状としましてはですね、肩が重いたいと、で肩を上げると痛い、で前にはこう上げることができるんですが、後ろにこう回したり上げることはできないと、で冷えるとですね、痛みが強くなる、で肩が凝る、で体質的な部分としましては中性脂肪のあたりが高いというようなこと、で病院の方から鎮痛剤、痛みのある時にということで、はい、痛みの目をいただいているという方の症例なんですね。でこちらの方にですね、服用していただいたお薬というのが20層というお薬なんですよね。でこの方の経過をご紹介しますとですね、まず1ヶ月経った時点では特に大きい変化はなかったんです。で2ヶ月経過した時点ではですね、胃の調子が少し良くなってきたと、で3ヶ月経過した時点でのコメントがですね、少しその、腕がですね、回せるようになってきましたと。はい、で4ヶ月経過した時点では腕を上げるときの痛みがこう和らいできまして、服を脱ぐとき痛まなくなってきましたというふうなことなんですね。で7ヶ月経過した時点ではですね、以前ほどの痛みはなく本当にこう楽になったという方の症例なんですね。この処方された二十湯というのはどういう特徴のある漢方薬なんですか。はい、まず四十肩、五十肩にですね、配用される処方の一つなんですが、水回りを調節しながら、痛みを、出なくしていくというようなお薬なんですね。水回り、はい、この中には脈術であるとか、水の流れを体の漢方の考え方ですけども、
まずリウマチの抗原病の一つなんですね。はい、はい、で、まずリウマチというのはその全身 の関節がですね、動かれて痛んだり、場合によってはこう熱が出たり腫れたり、で変形してきたりする病気なんですね。で、患者の、まあ、完璧な分から言ってもですね、まあ、日本ではその約50万以上はこう、まあ、このリウマチの患者数がいると言われているんですね。で、またこう年齢別に捉えていきますとですね、30代から50代の女性に一番多くかかる病気でもあるんです、はい、で、あと、まあ、男女という部分からいきますとですね、まあ、男性医師に対してですね、女性が3から4の割合ということも統計上言われているんですね。それは何か原因があるんですか？いや、これは解明されてないですね。統計的に言って、まあ、男性よりも女性の方が多くかかると、はい、まあ、そういう形なんですね。30代から50代の女性が一番かかるとおっしゃってましたけれども、30代でもいらっしゃるんですね。そうですね、うん、はい、ではリウマチの自覚症状はどういったものがありますか？はい、まず指の関節がですね、腫れたり、うん、はい、痛んだり、で場合によっては変形してしまうと、はい、はい、で、あとは手足がこわばって動きが悪いとか、ピリピリ痛む、で体がだるく疲れやすい、まあ、こういうような部分が特徴となっているんですね。はい、では症例をご紹介ください。はい、今からご紹介する方はですね、10年以上も前からこのリウマチでお悩みの方の症例なんですね。で、この方の自覚症状はと言いますと、右手もですね、人差し指、中指、薬指、この部分がですね、変形して腫れていきたいと、はい、で、首、肩などの痛むことがあります。で、朝手を、曲げたりしますと、まあ、こわばることが多いと、はい、で、時々、頭痛がしますと。で、体質的にはですね、3席で、平成4年の6月に、手術されたご経験があるということと、ご相談時には病院の方にも通院されてまして、それぞれに、クリーンヒスホルモンですね、はい、あと痛み止めの座薬、これを頂いているという方の症例なんです、はいはい、で、こちらの方にはですね、軽視が術分等というお薬を服用していただきました、はい、で、この方の経過状況なんですが、まず1ヶ月経った時点ではですね、多少肩こりが楽になってきたということをおっしゃられたんですね。で、2ヶ月経過した時点ではですね、左肩のこの思いたかったのが少し、良くなってきた感じがすると。で、中指の、腫れ、これが取れてきましたと。で、4ヶ月経過した時点では、最近こう、指の腫れがですね、取れてきたせいか曲げやすくなってきていますと。で、頭痛もしなくなってきたというのをおっしゃられたんですね。で、5ヶ月経過した時点では、首や肩の痛みで悩むことも最近は少なくなってきました。で、9ヶ月経った時点ではですね、病院の先生の方から、ステロイド剤、この量をですね、減らすように指示されたということで、症状非常にいいという方の症例なんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ね、これから梅雨の時期がやってきて、やはりこういう痛みの疾患のお悩みというのは増えてきますか？やっぱり増えてきますよね。またね、ジメジメした日が続いて、こう、マスクするのも苦しくなってきますね、先生。そうですね、私なんか本当にね、メガネかけてますけど、本当に、もうちょっとなんかね、もうちょっとどうかな。そうなんですよ。はいはい、ね、なかなかね、大変ですよね、マスクとメガネの併用ね。そうですね。よくわかります。はい、また来週もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここまでお見せ。の漢方で健康に、今週も新道薬局の小栗玲希先生とお送りしました。小栗先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後に、漢方専門医新道薬局のご案内です。漢方専門医新道薬局は、漢方の煎じ薬、粉薬、民間薬、健康補助食品など、今話題の漢方に関するもの全てを取り扱っています。薬剤師とお客様との信頼関係を第一に、
さまざまな症状や慢性病でお悩みの方のサポートをいたします。営業時間は午前10時から午後4時まで。浦和店、大宮総合店、川口店、新宿店、所沢店、立川店の7店舗でお待ちしています。なお、ご相談の際にレッツウェーブを聞いたとおっしゃっていただければ、一心堂薬局オリジナルの健康茶一心茶を差し上げます。お電話でのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-73-1410、 体の悩みは一心堂、フリーダイヤル 0120-73-1410 へどうぞ。またこのコーナーでは尾木先生への質問も受け付けています。あなたの体の悩みに尾木先生がアドバイスをしてくださいます。どしどしご相談ください。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスは 048-834-7783、 048-834-7783。 来週も尾木秀之の漢方で健康にをお楽しみに。俺たちはまだちっぽけ。